新日本海フェリー株式会社でのご注文、旅客船兼自動車保線、当初第1196番線の命名・浸水式を挙行いたします。ご命名者、新日本海フェリー株式会社代表取締役社長入谷康夫様、並びに志向ご生産者ソプラノ歌手鈴木典江様に花束を贈呈いたします。船体を支えていた支柱を取り外し、
全重量約1万1100トンを日本の浸水対象に安全に移します。
まずまた指形貯めとくの、はい、いや、多分あれでめっちゃされると思ういろんな人に困ると思いますよ。どうなんだ。